はい、どうもジャンゴです。今回は龍が如く7、今回8回目やっていきたいと思います。で、何をするのかというと、乙姫ランドに戻り情報収集整理するってことなんですけれども、あれだね、なんだっけ、ナノハさんのお父さんが入居している施設に入れなかったし、なんかナノハさんの様子がおかしいぞっていうことでね、一回様子見に行ったんですけれども、喋れなかったんだね。結局喋れなかったので、一回店長にね報告しに帰るっていう感じなんですけど、おっと、これはサブストーリーか。チラシ配りよろしくお願いします。何のチラシですか。おっと、いかがわしいやつじゃないか。幸せのデリバリーサブストーリー発生しました。何もらったんだ。俺にも見せてみろよ。そう、金のね、俺たちには縁のね、話さ。そう、今2万円くらいしか持ってないから、こんなとこやると2万円一発でなくなるよ。これ先着1名様無用って書いてあるぜ。めっちゃ食い入る足立さん。そんな都合があるわけねえだろ。絶対何かしらの。そう、金取られるに決まってんだよ。やめといた方がいいぜ。そうそうそう、一番の言うこと聞いとけ。めっちゃ必死。おい、一人でおめえなんだよ。3人で行動してたのに一人だけ輪を乱しやがって。お前それでも警察かもと。顔めっちゃ癒やしい顔してますけど。今回は無料とさせていただきますだと。本当？電話越しに「よっしゃー！」って言う。どちらにいるか教えていただけますか。マジか、足立さん一人で。何？どうだったんだ。めっちゃ喜んでんじゃん。一番人気の子を無料で向かわせてくれ。本当だ。すげえんだぞ。すげえんだぞ。あ、ほら違うやつ来た。絶対嘘だって思ったもん。わーい、筋肉マッチマン。これあれか、マジマの兄貴のあの射程のやつかな。お前じゃねえよ。お待たせしました。あ、デリバリーヘルプか。これあれですね、必殺技のやつだなこれきっと。デリバリーヘルプ。めっちゃ残念じゃん。残念、足立さん。デリバリーヘルプは喧嘩のヘルプをするデリバリーサービスです。喧嘩のヘルプ、必殺技的な感じで使えるんだで。お、いいところに来たじゃねえか、ホスト軍団。さあ使っていくか。これで使えるようになるって感じか。怪しい男たち、ボコボコにしてやるぜ。はい、デリバリーヘルプの説明。バトル中さまざまな効果の強力な技を持つデリバリーヘルプを呼ぶことができます。あ、デリバリーヘルプを呼ぶにはお金がかかりますだって。これお金かかんだ。じゃあめっちゃ貯めなきゃいけないじゃん。はい、デリバリーヘルプ。で、今回はゲイリーバスターホームズを使って、あ、初回無料って言ってたもんね。ここは0円なんだ、最初は。あ、じゃあ以降はお金かかるんだ、やっぱり。呼びます。デリバリーヘルプ召喚注文確定！デリバリー、よろしく！来い！あー、空から降ってきた。これ食らったら死ぬだろう。ボコボコにされるんじゃない。風圧かい。これ風圧なの。 GBHG 打撃技じゃなかった、まさかの。まあ一発で倒れたけど、おお、まあまあいいんじゃないですか。殴って欲しかったけどね、気持ち的には。ざまあ見やがれ。さて、とどまです。即死と副上司、副上司、副上司って何。腹の上で死ぬって書いて副上司って何。どうやって死ぬのかな。あー、やっぱお金かかりますだって。またのご指名お待ちしてます。これあれかな、多分デリバリーヘルプっていろいろ使える人増えてくると思うけど、メインストーリー進めてれば増えるのかな。それともサブストーリー進めなきゃできないパターンか。残念、足立さん。俺の無料風俗が。無料風俗ってあるわけないだろ。デリバリーヘルプか。よし、幸せのデリバリーエンド。派遣型ランキング1位って書いてる。
後ろもろあいつだもんね。ゲイリーバスターホームズだ。さ、店長のところに報告しに行きましょう。すいません、全然ダメでした。お、あ、足立さんパソコン使ってる、使えるんだね。そりゃそうか、元警官だもん。スタンダードコース500万、入居費用500万円、高っ。そんで毎月50万も払うってか。そんなの入れるわけねえだろ。総務省に転職したからって簡単に払える額じゃねえぞ。そうだよ。これで驚くのは早いぞ。エクセレントコース見てみろ、このエクセレントコースってやつを。2000万円、月額100万、入居費2000万、無理だろこれは。月額100万、いわゆるビップルームってやつだろうな。ビップルーム、普通の人は入っちゃいけないよね。まさかナノハはこのエクセレントコースに。おいおい、もうちょっとグレードダウンしたところに入れなきゃ。ないだろう。いや、ナノハならあり得る。ナノハはどういう子？そういう子なんだよ。ちょっとヤバい子なの？ナノハにとっておやじさんは唯一の家族。ああ、そういうこと、親孝行ってこと？そこを辞めてうちに来た。大金を就職したんだろ、そのままでいいけどね。男で一つで育ててくれた親父さんのためだ。ああ、じゃあいい子なのか。親父さんが最後を過ごす場所として最高の場所を用意したかったんだ。そうなの、もうちょっとだけグレードダウンしていただければもうちょっと楽だった気がするけどな。なのかのやつ、親父さんのこととなると本当本当なんなの、なのはさん。もうちょっとだけグレードダウンしてればって感じだったの。本当は恨みき云々より彼女のことが純粋に。ああ、テント知ってたのか、こういうやつ。調べさせたんだな。ああ、店で起きたトラブル。ああ、そっか、店以外の出来事だから。外で何かダメなのかね。俺は何もしてやれねえ。うちの店は訳ありの子ばっかりだ。ああ。あの子たちにいつ何が起きてもおかしくない。意外といいやつだん。だからいいやつ店長。長く休むやつがいると落ち着かねえんだよ。うん、最初の出会い最悪だったけどね。なんだ。本当は従業員思いのいい店長じゃねえか。あ、しみるこの声。この声しみります。なのかな、恨み気相手はもう探さなくていいよ。彼女は親父さんのために危険を犯してでも恨み気しなきゃいけねえから。ああ、黙認的な。邪魔する権利はない。ああ、目をつぶるしかねえ。俺は目をつむる。ああ、優しいのか。まあ、まあしょうがねえのか。何？今日見た彼女は髪の毛もボサボサでひどくやつれてました。ああ、だって200万渡してたからね。電話してきた通り、彼女は体調を崩してるな、間違いない。そうだ。見た感じだと心労で参ってるって感じだったな。心労で参ってる。心労？心労？理由はおそらく。おそらく金の払いすぎ。これに入ってたからだよ。2000万円で月100万の。こんなところ入れるわけねえだろう。親父さんの保証人は間違いなくナンバだ。保証人。そのナノハが親父さんに。そう、金払ってんだったら普通。どう考えたらおかしい。今日だって施設の人間に200万も払ってた。200万払うかね。しかも現金で渡したのか。入居費用の一部だ。普通あれだろう。おそらく入金とかだろう。全額を支払い終えるまで施設は親父さんに合わせないつもりなんじゃ。そういうことある？本当ならひでえ話だ。そんなところある？ありえねえ話じゃねえな。今や5人に1人以上が。確かに秋田県、私の住んでる秋田県も高齢化。悪質なビジネスも横行してる。こういうやつあるのかな。ねえと思うけど。こんな施設だってどんな裏があるか分かったもんじゃねえ。きっとこうじゃないか。お、なんすか、難波さん。入居費用は分割支払いでいいと言って、はい、まずは親父さんを施設に入れさせ。ところが蓋を開けてみると全額支払いなければ。面会すらさせてもらえない。あ、じゃあ2000万円ちゃんと払わなきゃ会えないの。それは無理してでも早く払い終えようとするだろう。いい、結果施設としては多分そうだろうな。迅速かつ確実に。おい、クソ最悪な施設じゃん。そんな今だったらほら、ズームとか LINE のビデオ通話とかまあできるけど、そのまさかを平気でやる。会えないってのはやべえよな。じゃあナノハはそれが原因で心臓がたたって。そうだよね、お父さんどうなってるかすらわかんねえんだもんね。このままだと彼女の収入が減る一方だ。そうだよ。そしてこれからますます支払いが遅れるだろう。もうやべえ状況だよ。じゃああの子が親父さんに会えるのはいつになるんだ。ずっと先だな。下手するともっとひどいこと。ああ、ナノハさん大丈夫？もっとひどいこと。どんな契約をあの施設としたのかわからねえが、支払いができない時点で、最悪は支払いができない時点で親
親父さんも追い出されて金も返金されない。ああ、もうクソ最悪な場所じゃん。なんてこった。体壊すような思いしてまで頑張ったらね。そうね、まあ、あんなところ入れなきゃよかったって、入れなきゃよかったらよかったらいいね。誰にも気づかれない。施設としてはまあしょうがねえのか。当たったところが悪かったって感じ。入居時費用を早く支払おうが遅れようが施設にはメリットしかねえってわけだ。その読みが当たってりゃとんでもねえ悪徳施設。悪徳施設です。よし、3人でぶっ倒しに行こうぜ。お、どうした店長。私にいい考えがあるって言うんじゃない。いやいい考えはねえとか。この施設からナロハの親さんを救い出してやってくれ。頭上げてくださいよ店長さん。俺たちだってそれができるもんならすぐにでも連れ出してやりたい。入れねえんだよその前に。娘さんだって入れちゃくれ。そう、あのカードキーがなければ入れないんだよ。セキュリティも厳しくて。どうするかね。中には、お、一つだけある。入る方法は一つだけあるぜ。誰、あのナノハさんの集金の人。店長、この店副業って副業ってオッケー。働くのもしかしてあそこで。少しの間、俺たちは日だまりの城の中で働いてきます。働けるのかこいつら。バイトで潜入するってわけか。そんなに簡単に雇ってくれるか。そうだよ、無理だろう。しかも肩着でしょ。この感じで無理だろう。ああ、所長。ああ、神戸さん紹介してくれるかな。よし、神戸には俺から電話して事情を伝えておく。どうにか菜の花の親父さんを救い出して彼女を店に復帰させてくれ。ああ、繋がってきたね。さあ、神戸さんのところ、ハローワークへ行け。はい、行きまーす。ハローワ、ハローワ、ハローワはもう少し。いやー、どうなっていくね。どんどんちょっとずつ繋がってきましたね。神戸さん、バイト紹介してくれるかな。さあ、ハローワ、ハローワ、ハローワ。今度は、日だまりの城だっけ、あそこ。日だまりの城で働けるかな。とその前に自販機の下で100円を見つけていきます。さ、神戸さんいますか。あ、いたいたいた、神戸さん。話したいです。事情はどうであれ、やりたい時にやりたい場所で働けると思わないでほしいね。あー、門前払いパターンか。ましてや日だまりの城は一流スタッフを揃えた高級介護施設だよ。ハローワークに求人なんて出すわけないじゃないか。確かに普通に正社員雇ってそうだもんね。じゃあ日だまりの城への斡旋は。外注業者なら話は別だな。だがな、清掃業者とかにバイトするって感じか。そうか、社員でも賄ってるだけじゃないかな。おーおーおー、いいぞいいぞいいぞ。ズブの素人じゃ日だまりの城も派遣に取らないだろう。春日君はダメ、足立さんでも無理だね。二人とも素人でしょ。難波さん、あんたなら可能性はある。あ、難波はちょっとね、医療かじってるからいけたんじゃない。看護師、そう、介護には強い経歴だ。ああそう、元看護師いけるんじゃない。足立さんは元警官だったらこういう仕事ならあるかな。あ、みんな別々の仕事。足立さんは何、警察だったことを生かすなら警備員がちょうどいい。あ、みんな日だまりの城に合わせたあれか、下請け業者みたいなやつ紹介してくれるのか。おいおい、俺だけなしかって。元極道そして介護施設、これがあった、あるの。足立さん、一番は働けるんですか。あ、で、ここ介護施設だね。あ、だけどいいとこじゃん、めっちゃ綺麗。わあ。あなた見ない顔ね、新入りなの。もしかしてナンバ。あー、似合う似合う。ナンバって言います。ナンバ似合うじゃん。あ、そう、お医者さんなの、偉いわね。やっぱこっちの方似合うね。介護の助手だよ、派遣できたんだよ。派遣できたんだよ。まあ弁護士さん頑張ったのね。
ところでおばちゃん、全然違うけどね。この施設に向田さんって人が入居してるはずなんだけど、わかる？わかるかい？あの一人娘のいるおじいさんなんだが。そういえば、ああボケちゃってる。知らねえ。ボケちゃってる。もうとっくに昼過ぎてるで。ここで結構よ。どうもね。おまわりさん。ちょっとこのばあちゃんダメだな。あ、そっちは何か分かった。足立？ちょっと全然違うね。あの親父らしき人間は見当たらない。雰囲気全然違う。それにしても。てかこれめっちゃいいバイトなんじゃないの？施設には見えねえんだよな。ああそうそうそう。向かい越しの数だって足りてる。綺麗だしね場所。医療機器だって最新のもんだ。うん、警備の方もだ。セキュリティから巡回まで。しっかり金をかけてるぜ。ああ、まあその分の感じは出てるよね。何と言ったらわかるんだ。怒られてる。カスが一番。便器に自分の顔が映るまで磨きくるんだよ。清掃当番。ほら、次に行くよ。ちんたらしてたら終わんないよ。こんなやついるかよ。なんで俺だけ便所掃除なんだよ。仕方ねえだろ。確かに。お前に勤まる外注業者が他になかったんだ。いやこれで勤まったんだからもう万々歳だよ一番。親父さんは見つかったのか。そう親父さん。いやどこにもいねえ。どこにいるの。春日の方は朝から便器しか見てねえよ、うん。あのおばちゃんが厳しくてサボることもできない。もしかしたら親父さんはマジでエクセレントルームに入居してるのか。ああエクセレントルーム一番高いやつ最上階のじゃないの。エクセレントはありえねえよ。聞いたとこによると。あそこに入るには厳しい審査があるって話だ。厳しい審査。契約希望者は何度も施設に。いや普通に入れないだろうね。面接どういうこと？詳しくは知らねえが、家柄や社会的地位を。あやっぱ本当のビップルームって感じなんだね。入居してんのは財界の大物や引退した資産家とかだって噂。たとえ金があったところで名の恥じゃ審査は通らねえ。じゃあどこにいるって話だよ。エクセレントルームは確認してねえのか。確認したくてもできねえ。入れねえんだよでしょ。エクセレントの入居者は完全にプライバシーが守られていて、介護から警備まで全て正社員が担当する。ああ派遣の俺たちには無理だって感じか。エクセレントルームはどこにあるんだ。最上階だだろうな。だけど社員が持ってるカードキーがなきゃ入れねえ。カードキー確かめようがねえよ。こら新人危なってないで。とっとと行くよ。すいません。はーい今行きます。めっちゃ真面目に働いてんじゃん。みんなも一層のことこのまま第二の人生を歩めないのかな。お疲れさん。トイレ掃除だけで丸一日かかるなんて驚いたな。そうっすね。すげえ数のトイレっすね。わーめっちゃいい施設じゃんだけど。そりゃこれだけの大きな施設だからね。うん、ま、明日からはもう少しペースアップしておくれよ。了解です。下に行きます。お7階、ま、最上階が残ってるみたいですけど。エクセレントルーム。ああ7階はエクセレントルームって言って、ね、ああやっぱ清掃当番でも無理なんだ。立ち入り禁止なのさ。どうなってんだろう。わ髪紫のばあちゃん。この人は正社員っぽいね。介護の人。ああ上行く上行く上行く。エクセレント行くぞ。さっきの便所に忘れ物しちゃいました。取りに行っていいですか。何やってんだい。おっちょこちょいだね。すいません。早く行け早く行け早く行け。先に降りててください。俺後から追いかけますんで。仕方ないね。お願いします。さっさとするんだよ。早く早く早く行っちゃう。あの人一緒に乗るんでしょ。あまさかの非常階段から行くっていう。さあ潜入だ。エクセレントルームはどうなってるんだ。音楽が流れてる。うわーすげえ高級ホテルって感じ。バレるなよ春日一番。バレるなよ。あ誰隠れる。隠れろ隠れろ。あーこの人はエクセレントなんだ。おおお
エクセレントエリア。あ、なに、なになになに、怯えてるよ。怖がらなくても大丈夫だよ、おばあちゃん。あー、絶対こんながやべえだろ。何があるの、こんなに怯えてるっていうことは何か理由が。お、え、それじゃおやすみなさい。おやすみなさい。どういうこと。うお、悲鳴だ、悲鳴。何、あ、シーンが変わった。あ、帰ってきた。ただいま。おう、オーカスが遅かったじゃねえか。便所掃除は板についたか。ああ、バッチリね。ナンバーはどこだ。まだ仕事だろ。真面目にやってんだね。ナンバーだっけど服装似合ってたもんね、介護士の。ああ、情報なり証拠なり早いとこ見つけなくちゃな。そうだな。あ、そう、見に来たんで。エクセレントルームやばかったぜ。変なものってなんだ。ただいま。ああ、もう死にそうなくらい疲れたぜ。お疲れさん。今日春日が変なものを見たって話を。またまた。なんで疲れたの。ナンバー大忙し。さっきばあさんが一人亡くなって、それでバタバタするからいろいろ手伝えとさ。なんだって。マジかよ。あ、そのばあさんは紫色の髪のエクセレントルームに行ったばあさんだ。あー、どういうこと。見たわけじゃねえか。そうしか、そうとしか思えない。そう、悲鳴を聞いたんだよ、春日は。不正受給ビジネス。年寄りが亡くなっても死亡届を出さねえで、戸籍上は生きてるよ、生きてるように装うのさ。うわあ、何これ。死体はどこかに隠して死人の口座に振り込まれ続ける年金やら医療保険やらをもらい続ける手口だ。ああ、そういうこと。おい、あ、だからあれか、身内も入れなかったんだ。もう死んでるのにっていうことで。そうだよ、きっと。うわー、待って待って待って。あー、通帳とハンコがあれば施設の受給金を手に入れようと思えば可能ってわけか。わ、そういうこと。じゃあ、菜の葉さんのお父さんもやばいんじゃない？え？こいつら、ん？こいつら警備会社のやつらけど、店長の知り合いですか？もしや、ケツ持ちだった連中、清流会だっけ？そう、清流会の組員か。うん、うわー、ヤクザ出てきました。うちの中の家にちょっかい出すんですよ。うわ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 、嫌な匂いがしてきました。これぞ龍が如く。あー、日だまりの城そのもの全てが清流会のしのぎだったら、全員清流会のまあ息のかかった人だったらってことだよね。おい、あー、そう、菜の葉の父ちゃんはとっくに殺されてんじゃねえのかって話になってくるよね。お、菜の葉さんのお父さん、まだ生きてる。なんでわかる。200万円支払った時の会話を思い出してくれ。スマホで盗聴した時だね。そうね。残り300万。もしも10日後に結婚します。10日後に結婚。10日後に殺すってこと。うん、10日後に何かが結婚されるってことだ。じゃあタイムリミット、もしかしたら余命はあと10日、いや9日くらい。そういうことになりますね。やばいやばいやばい。そうか、めっちゃやばいぞ。うわうわうわ、払わなきゃ親父さんを殺す。もし殺したとしても警察とつながっておりゃお咎めなし。うわあ、こんなビジネスっていうか、もうこんな不正悪徳商売ある。待った、悪徳どころじゃないよ、殺してんだからね。10日だ。親父さんを殺されるのは明日。マジでやばいやばいやばい。とても今の菜の葉にそう簡単に用意できる金じゃない。そうだよね、今俺も2万だよ確か持ってるの。パチスロとか行くしかないか。こうなったら俺たちが 何が何でも助け出すしかねえ。そうだ、
エクセレントルームに殴り込んでやるぜ。いやー、ほんと望みだこいつらが。分かった。大丈夫ナンバー。あー、3000円パンパンに詰めたオイル袋、パンパンに3000円ちょっとはもらえるってこと、この仕事、この山を越えたら。まあナノハさんのためだったらなんとかするしかねえか。でどうするの、明日行くしかないよね。明日は忙しくなりそうだし帰って寝るか。ちょっと一軒寄ってかねえか。どこへ。なじみの店がスナック街にあるんだ。カラオケも歌えるし酒も飲める。気晴らし。なじみの店って言っただろ、ツケで許してくれるさ。まあ足立さん元気。そりゃそうだよな、今日風俗行こうとしてたからな、足立さんは。なじみのカラオケバーに向かおう。カラオケバー行けるんですね、イエーイ。ちょっとカラオケバーまで行きます。え、大人な武器屋、ま、ラブマジックです。あ、武器屋、あ、アダルトグッズって書いてるけど一応武器屋なのかな。まあ後で行くわ。とりあえずあの、その足立さん行きつけのお店に向かいます。さあスナック街エリアまで来ましたけれども、こっち側か。さあさあ、ありましたね。どこだこのお店。ああ、すごい。おお、なんか雰囲気ある。はい、ジャズ&カラオケって書いてたね。年季の入った看板。足立さんの行きつけの店ってのはここか。ここか。おお、すげえ。こんなピアノとなんかカウンター合体してるぞ。見たときない、こんなの。なんか雰囲気あるけどお客さんいねえな。男かやってんの。おめえか。愛そねえな。なんか元警官っぽいね、この人も。違うのかな。趣味でやってんだ。客なんて来ないくらいがちょうどいい。誰もいねえけどね。よく言うぜ。足立さん、いらっしゃい。よ、いろはちゃん。いろはす、いろはすじゃん。いろはす、いろはす。俺の連れだ。春日にナンバー。どっちもホームレスです。足立さんが誰かを連れてここに来るなんて珍しいね。っていうか初めてじゃない。っていうか初めてじゃない。いつも一人。まあそう言われてみりゃ。まあ一匹狼ですからね私は。よっぽど気に入ってんだねその人たちが。ああ。ちげえよ。こんなむさ苦しい連中。そうそう、足立さんもう一人で単独行動するから絶対。照れちゃって可愛い足立。何歳くらいなんだろう、いろはすは。たく調子狂うぜ。そんなことよりマスター一つ頼みがあってよ。一つ頼みがあってよ。どうせつけで飲ませてくれとか言う。当たりよく分かってるじゃねえか。金ねえんだ よ。こちらにもこれから先ここに金落とさせるようにするからさな。まったく。確かに本当に元デカかよ。刑事かよ本当に。しょうがねえな。元刑事の言うことじゃねえだろ。よっしゃ飲もうぜお前ら。なんかいっぱい飲みそうな雰囲気だし。カラオケバーが春日たちのたまり場になりました。たまり場システムとかあんの？あれか、もともとステイルみたいな感じ？ステイルだっけ？なんだよナンバのやつ。この程度の酒でもう寝ちまうなんてよ。そうだよ、今日ハードだったんだよナンバは。ナンバ一番疲れたよね、会員をして。で、足立さん多分警備だから立ってるだけでしょ。今日以上に春日は便所掃除だ。まあまあ疲れたよね。足立さんが一番元気、楽な仕事だった。なんだかお前らと一緒ならうまくやれる気がしてんだよ。ああ、ありがとう、信頼してくれてるんだ。嬉しいこと言ってくれるじゃねえか。足立さん、迷ってんのか？これ式の酒じゃまだ酔わねえよ。だろうな。足立さん迷ってんのよ。久々に芽生えた熱い。言うじゃないか、いろはす。いろはちゃん、何言ってんだよ。ちゃかすなよ。ちゃかすなよな。足立さん、俺らのこと気に入ってくれてるのか。へへ、嬉しいもんだな。なんかいいシーン。あ、終わっちゃった。
足立と一緒に飲もう。あ、待って足立のところにハートがついてるけど大丈夫？あ、なんか落ちてる。これは調べる。 CD 恋のディスコクイーンゲットしました。 CD 収集システムもあるのね。これは CD をかけるか。あー、 CD が聞けるんだね。ちょっとやったら音引っかかりそうなので。歌も歌えるの？イロハス。そういえば私は柳イロハ。イロハス。この店のお手伝いをしてるの。改めてよろしくお願いします。イロハちゃんか。そう、私の仕事は2つ。一つは飲食のオーダーを取る。あ、飲み食いできるのか。そしてもう一つはお客さんと話すこと。私実は少し前に他の店でホステスやってて。自分で言う？聞き上手のイロハ。イロハって有名だったの。本当かい。だから、また、はいはいはい、何でもいい。そんなオッケー、歌歌いたいね。あ、何これ、パーティーチャット。そっちは何さんだっけ。この人マスターか。名前わかんないか。腹減ってないか。小腹が。あ、これやるよ。あり合わせランチボックス。あ、ありがとうございます。みんな優しい。まかないで作ったんだがちょっと作りすぎちゃったからよ、気にせず食ってくれ。 ありがとうございます。みんないい人。横浜の人たちいい人ばっかりだ。あそこの日だまりの城以外はな。トマトの種をゲットした。いっちょ育ててみっか。あ、植物栽培とかもあんの？横浜の町中にある植物栽培スポットに種や。あ、植えれんだこういうやつ。へえ、収穫したアイテムはサバイバーのマスターがお弁当や漢方薬、花束等のアイテムに加工してくれます。サバイバーのマスターってここのこと？このマスターのことか。へえ。で、歌えないのここって。終わっちゃった。足立さんと飲むか。絆ドラマ。おー。あー。絆ドラマっていう物語が発生するんだね。仲良くなれば。このハートやめてほしいんだけど。なんか、絆だったらあれじゃない？握手じゃない？握手マークじゃない？ハートマークと違くない？絆ドラマを進めてみましょう。あ、足立との絆ドラマ。何飲んでるんだ？そ行くんじゃねえよ。野暮だね。ほろ酔い裸一貫。足立さん、それカップ酒。シー、声がでけえよ。マスターに聞こえるだろ。持参したの？勝手に持ち込んで飲んでるのか。ああ、コンビニで買ったやつだよ。こんな洒落たバーで酔うまで飲んだら高くつくだろう。やべえな足立さん。お前だって財布が寂しけりゃ同じことするぞ。お、選べるんだ。俺なら自分で酒を作る。俺なら堂々と持ち込む。俺なら借金して酒を頼む。どうしよっかな。俺なら借金して酒を頼む。いや、俺なら借金してでも店の酒を注文するよ。借金？一杯の酒のためにか。バーが売るのは酒だけじゃねえ。物思いにふけったり語り合ったり、かけがえのない時間だ。めっちゃいいこと言う。一番一杯の酒で人生が変わることもあれば、運命の人に出会えるかもしれない。めっちゃいいこと言うじゃん。そんな空間を提供してくれるマスターにはきちんと金を払い。いや、借金はいかんけどな。優しいやつだなおめえは。じゃあ俺も借金するか。いや、審査が通らねえか。悲観するなって。一杯おごってやるよ。おごってやるよ。金少ねえけどな俺も。あ、優しさが上がりました。あ、行くか。お、レベルアップ。しかし、定年直前で警察を懲戒免職なんて。あー、なんかいいね。こういうバーの雰囲気だね、本当に。警視総監の堀の内に立てついて首になる。あー、飲みながら話してる感じになるわ、これ。目をつぶって警察を続けるより、ずっとな。はいはいはい。確か、足立さんと堀の内の因縁が生まれたのは、20年前の事件だった。20年前の事件。ああ、そうね、それは聞いた聞いた。殺された強盗殺人事件だ。くすみには空き巣の前科があったし、アリバイもあやふやだったからな。だけどくすみは白だった。けど黒にしたんでしょ？ああ、きっかけはくすみの息子だった。ちょっと長くなりそうですね。くすみには妻子がいてな。ちょっとここスキップするか、スキップするかもしれません。はい、足立さんとの絆ドラマが終わりました。帰るか。もう
帰っちゃうの？帰るよ。悪いな、イロハちゃん。俺たち明日いろいろ忙しいんだよ。そうなんだよ。人殺しのところに行かなきゃいけないんだよ。殴り込みだ、殴り込み。いつまで寝てんだよ。帰るぞ。いや、ナンバー頑張ったよ。でも本当にこの店、いや、だけどこの店いいね、なんか。また使わせてもらいます。本当にあったら行きたい、こういうところ。どうせろくに客も来ねえ店だ。遠慮せず来てくれ。はーい。あと、あ、で、あいつをよろしくな。マスター顔に傷あるから、あんなに楽しそうどういう関係なんだろうな。見たのは本当に久しぶりだ。おー。よほどおめえらのことを気にしてる。マスターと足立さんの関係も気になるね。そう。馴染みの人だって言ってたけど、言ってたけど。俺が言うんだから間違いねえ。ああ。あいつはろくでなしだが、なんかありそうだよね。悪いやつじゃねえ。これからも仲良くして。仲良くして。いやいや、こちらこそですよ。ねえ、もちろん。うん。おい、カスガ、何や。すまん。行くぞ。毎度あり。ま、つけて飲んだんですけどね。お、朝なりました。さーて、じゃあ、向かうとしようぜ。日だまりの城へ向かおう。向かいまーす。あー、けどあれか。時間も時間だから次にするか。次にします。ということで今回はそしたらこんな感じで終わっていきたいと思います。川を見ながらね。汚っ。川汚っ。ゴミ。清掃イベントとかないのかな。はい。という感じで今回龍が如く7の8回目終わっていきたいと思います。次は日だまりの城へ殴り込みに行きたいと思います。この人と、この人と一緒に。あ、敵が来たので終わります。バイバーイ。